というわけで2冊目なんですけどもね、2冊目はですね、またこれもちょっとアート関連かもしれないですけどもね、今日の2冊目はですね、吉武慎介さんでね、しかも蓋がないっていう本を読んだんですけどもね、しかも蓋がないっていう、あのしかもって言っても何としかもなのか分かんないんだけど、そのタイトルでしかも蓋がないっていうね本なんだけどさ、これ本の内容がさ、パッと説明できないんだよ。パッと説明するの結構上手な俺でもね、ただの落書きなんだよ吉武さんの。これ言っちゃえば吉武さんっていうイラストレーターなのかな、まあ、ちょっとこうアート系のイラスト描いてる人こうみたいなんだけど、でその人がこう前書きの方でさ、あの、まあ、日常のねそういう些細なこう疑問点とかを、まあ、イラストにして、あと言葉で書いたものですって書いてあるわけでさ、200ページぐらいの本でほとんど吉武さんが書いたイラストで、そのイラストの上にちょっとこうさセリフが書いてあったりするような、それだけの本なわけよ。でこのイラストもさ、ほとんど意味がないの。なんか何が書いてあるかは分かるんだよ。あのイラストって言ってもそこら辺の普通の人をなんていうのデフォルメしてすごい可愛らしく描いた絵なわけだから、こうその辺の中年のおじさんとかこう可愛く描いてあるわけ。ほんと可愛いんだよこの吉武さんのイラスト。やっぱ力あるなって思うんだけど、それに見てニコニコしてたんだけど、例えばイラストの一つで言うと、今日も図書館に返しちゃったから細かくは覚えてないんだけどさ、釣り革捕まってるでしょ男の人が。そうするとその釣り革でこうさ、あの 腕だけで自分の体支えてさ、足を隣の釣り革捕まってる人をギュッ掴んでたりするとかね。あとお玉あるでしょ料理に使う、そのお玉の中にこうちっちゃい子供が入ってこうなんか覗いてたりとか、あと箸置きの箸置きとかっていうものがこう書いてあったりとかするっていうのが、1ページにねだいたい3つ4つぐらいの人がポン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 書いてあったりするだけなの。あとその可愛い男の子みたいなさ人がさ、こう布団を敷いてタオルケットみたいなの敷いて、こうお腹だけそれ当てて横にこうタオルケット、細長いタオルケット当ててその中でゴロゴロしてるとかさ、あと布団にこうくるまってさ、うわー布団に食べられる、うわー気持ちいいとか、そういうこと書いてある。好きなんだよこれが。俺うーちゃんが今好きそうって言ったけどね、俺好きなんですよこれが。でしかもさっき吉武さんのイラスト力あって可愛いって言ったけど、イラストがむちゃくちゃ可愛いのよ。ほんと俺が描いたあのうちの弟のほら大ちゃんの似顔絵みたいなキャラクターがそういうことずっとやってるわけ。もうニコ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 するしかないんだよ俺は。ほんとにさ、もうこれこの本はね、美術手帳に吉武さんの本のなんだっけな、ちょっと待ってね、吉武さんの本のね、なんかリンゴのなんとかっていう本があるんだよ。リンゴかもしれない、そうリンゴかもしれないが紹介されてて、リンゴかもしれないってなんだよって思って、でリンゴかもしれない予約したら、もう予約すっごい埋まってるわけだ。気に入ってるやつがいるんだろうな。もう吉武さんの本だよ、絶対薄い本にも関わらずさ、1ヶ月経ってもそいつ返さないんだもん全然。本当に予約が全然少なくなっていかないのとか困っちゃって、どうしようかなと思って、だから最初そういう時は最初から読むってのがあるから、じゃあこれ読もうと思って読んだんだけどさ、いやーこれね、なんかいや僕はほらね、有川博なんかバカ野郎、伊坂幸太郎なんか死んじゃえって人じゃないですかね、半沢直樹だって見てるけどもうるさいよっていうね思ってるから、いろんな本読んできたなって思うんですよ。そのちょっと個性的な本ね、自分でそういうこと言うの嫌ですけども、でもこれは久々になんだこの本って、可愛いでしょうーちゃん、これ可愛いんだよ。子供とかも可愛いんで、一個の印象残ってるのがこう赤ちゃんを連れてるお母さんがいてさ、赤ちゃんシリーズみたいな、まあ、それも説明何もなくいきなり赤ちゃんの絵描いてあって、すごいブサイクな赤ちゃん描いてて、もうブサイクすぎて可愛い赤ちゃんってそれだけしか描いてないのよ。もうでも分かるんだよそれ、あ、俺それ見たことあるみたいな、そういうブサイクで可愛い赤ちゃんビビーっとした顔してさ、よかったんだよなこれ。何なんだろうこの本、どういう神経してるのか分かんないんだけどね吉武さん。でもね途中で割といいことも言うんだよな、なんかな、いろいろいいことも言うんだけどさ、
だいたいなんか後輩になるにつれてやっぱ吉武さん自由に書いてきたからなんかいいこと言ってやろうみたいな気持ちにこいつなってんじゃねえかなと思って、それはちょっと考え直してくれと思ってね、うん、それはちょっと違うんじゃないの吉武さんと思って、なんかこう生きるってさみたいなことを、でもね分かるんだよ、なんかそういうことってたまに思うじゃんやっぱりさ、なんか言っちゃうじゃんそういうこと、それも書いてくれんのある意味うっせえなって思いつつ、やっぱその突っ込めちゃうっていうのはまあいいのかなって思ったんだけどもね。でもねやっぱこの本ねバカにしちゃいけなくて、マロみたいな、そう前紹介したマロみたいなね、あんな感じで、みんな顔がちゃんちゃんって書いてあって、こうウェーってしてって、こうだいたい二等身三等身ぐらいでウェーっとしてあってさ、テルテルポーズみたいなねそれでこれね意外と読むのに時間かかるのよ、これが。でもやっぱ吉武さんはやっぱ力あって可愛いから、やっぱ結構ねこの絵でも意外と濃いんだよ、なんか世界観が、それ大したもんだなと思いましたね。でもこの今週の一冊で言えばね、まあ、さっきのアーティストのためのハンドブックもねおすすめですけども、この吉武さんもおすすめですんで、さっきアーティストのためのハンドブックちょっとディスっちゃったところもあるけども、でもねこの2冊おすすめですんでね、どっちもちょっと気になった人は図書館とか本屋さんでちょっと手に取ってみてください、はい。というわけで今日の1冊目はですね、吉武慎介さんで、しかも蓋がないでした。